メールが来ました。ジョーからですよ。そんなの行かなくていいわよ。あんたって付き合い良すぎなんだから。そうね。でもバザルとジョーならいつまでも待っていると思うわ。あり得る。バザルト君の美点であり多大な欠点は非常にしつこいところだからね。マスター、ジョーはそんなに悪い人ではないのです。優しいわね、レイちゃんは。さっさと片付けるなら手伝うわよ。では、行くときは私も連れて行ってください。僕も見に行こうかな。面白そうだし。キリトさんたちも行きたがるんじゃないかしら。あら、そうしたらお弁当を持っていかないと。お弁当は素敵です。マスター、みんなで遊びに行きましょう。よう、よく来てくれたな。けどよ、アファシスちゃんも一緒なのはわかるけど、ずいぶんオーディエンスを連れてきているな。おい、こんなテンション上がること見逃すわけにはいかないよ。どうも。直接話すのは初めてじゃないかな。こんにちは。決闘だって、僕も混ぜてよ。待て待て、お前さんたち全員と挨拶していたら気が狂っちまうぜ。こういう派手なのは趣味じゃないが、ま、見届け人は決闘に必須だからな。男の究極勝負といえば決まってら、1対1の決闘だ。お前さんは会った頃と比べて格段に強くなった。フリューゲルに到達して攻略の最前線にいる。今まではお前さんの実力を考えて仲間同士の集団戦にしていたが、今日は本気の手加減なしだ。1対1で俺様の実力を見せてやる。準備ができたら言え。俺様はいつでもいいぜ。油断しないように。彼は愉快なキャラクター性に反して実力はかなりのものだよ。そうね、戦闘は意外と冷静なタイプよ。あんなに暑苦しいのに。ゴキブリ並みのしぶとさをなめてはいけないわ。おい、イツキに釣りすか。ややこしい言い方してるが、すまねえな。アファシスちゃんとお前さんの絆は知っている。だが男には引けない時があるんだ。マザルトジョー、一世一代の大勝負、いざ尋常に。
ますよ。狙いは定めました。サポートは任せてください。かかってきなさい。準備は整いました。行きますよ。行きますよ。グレネード投擲。負けた。1対1の決闘でも負けちまうとはな。ジョー、お疲れ様です。アファシスちゃん。私はマスターのアファシスで、ジョーのアファシスにはなれません。でもジョーは銃が大好きないい人です。私の友達になってください。マスターもありがとうございました。とってもかっこよかったです。もちろんです。くー、男に涙は不要だって言うのに、なぜか目から水分が出ちまう。いや、これは鼻水に違いねえ。約束通りお前さんに俺様の一番大事なものをくれてやる。そういえば、そんなことをメールに書いてたわね。何をくれるの？レアアイテム？お金？俺様だ。は？え？それは、あまり欲しくないかも。だよね。同感。なんか、ちょっと怖い。おい！待ってくれよ、お嬢ちゃんたち！このいぶし銀なトッププレイヤー、バザルト嬢様だぞ。戦力アップ、友情アップ、男気アップできるんだぞ。最高のパーティーメンバーじゃねえか。結構ですわ。帰るわよ。あ、マスター、どうしたらいいですか？そうだね、僕もそう思うよ。バザルト君だって自分のスコードロンがあるだろう。自分のスコードロンをほっぽってきた人のセリフではないわね。
でも実際お仲間のことを考えた方がいいと思うわよ。男の約束にはちげえねえんだ。仲間たちだって分かって。まあまあ、まずはクエストの時とかに付き合ってもらって様子を見たらどうだい。ジョーがクエストに一緒に来てくれたら心強いです。だよな、そうだろう。というわけでこれからは俺様も仲間に入れてもらうからな。よろしく頼むぜ。